ちは。ちょこっとブルースが踊れたら、チョコブルの第3回目です。今日お相手していただくのはようこです。では今日の内容を説明しましょう。もう1000回ですね。クォーター間90度ずつ回転する、もうブルースの一番代表的なステップをしました。まあ、こういうふうに、ホールドしました。ほぼお腹もくっつくですね。そしてスロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー。まあ、このように、ちょっと進行してまいりますね。スロー。しかしそうするとですね、スロー。ここでずっと壁にぶつかってしまいますね。こういうふうにずっとジグザグのノコギリの目のように来ておりますけどね。そこで、まあ、これはワルツとかタンゴもそうですけど、このタイプはジルバとかと違って移動するので、部屋の角っこに来たら向きを変えないといけないので、向きを変えるステップをしないといけません。こんな感じになりますね。まあ、この向きから説明しますね。ですからまっすぐこちらの方に行って、左手の方に向きを変えるわけですが、まず何回かこのクォーターターンというのをしますね。そして角っこの方に近づいてきたらば一歩出ますが、忘れ物に気がついて戻って90度回転して揃えます。こうすると向きが変わります。もう一遍今と同じ方向で説明しますね。こう来てまず何回かクォーターターンをします。クォーターターンは8歩ですから、これで1セットですね。まあ、今は説明のために1回しかしませんでしたけど、これを4セットほど5セットしますね。でコーナーが角っこが近づいてきましたら出るんだけども、忘れ物に気がついたように戻って90度向きを変えます。そうするとこの今度はこうこうこうというふうに進めますので、ここからまたスタートのクォーターターン、クイックイックスロースロークイッククイックね、していけばこちらに行くことができます。ちょっと反対の向きからしましょう。今度はまあそうですね、皆さんのこの見ているここら辺がコーナーだと角っこに来たと想定しますね。ですからこの状態からスロースロークイッククイックスロースロー、そしたら角っこに来ました。そしたら出て、女性は一歩後退というんですね。そしてまあ男性のリードで戻されて90度回転しますね。こうなっておりますので、左足を一歩出すんだけど戻して揃える。そうするとこの向きからクォーターターンをまた続けることができます。これを、角っこで、まあ、向きを変えるのでコーナーチェンジ、もしくはこういう出て戻るということを、まあ、静止すると言いますかね、止めるということですね。前進しようとするのを静止して、向きを変えるのでチェックというんですね、静止のことをね。だからコーナーチェックとこういうふうに言ったりします。では軽く男性女性の足型をね、もうほとんど今のままですけども説明したいと思います。じゃあ、先生女性からねちょっとお願いします。はい、一緒にしましょうかね。やっぱり女性一人の方だ。コーナーチェックではなくてクォーターターンをちっちゃくワンセットしてくださいました。はい、右足から交代します。スロースロークイッククイックスロースロークイッククイック、ね、じゃあ先生ゆっくり説明してください。はい、ここから一歩下がります。で男性に止められるので戻って、そこから90度回転してここを変えます。またやってみます。一歩下がったら男性が止めるので元に戻って、で方向を変えて違う方向に進みます。はい、では男性を説明します。男性のクォーターターンを何セットかしてここに、来ました。そしたら、もう一回クォーターターンをするつもりでまず一歩だけ出ます。スロー全部やっちゃうとスロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイックですから全部はしません。一歩だけスロー、右に戻ります。スロー、そして回転します。回転しないと向きが変わりませんから、
クイックで左足を開きますが、内回りなのでかかとが揃うぐらいにしますね。そしてクイックで右足を揃えて右足体重になるので、ここからこの向きにですね、今これが例えば北とすれば、今度はこれ西側ですね、西の方にスロー、スロー、クイック、クイックというふうにします。では音楽に合わせてそれをしてみましょう。
疲れ様でした。ではレディーファーストで女性の方から説明しますね。コーナーチェンジまたはコーナーチェックですね。女性の方からですね、今ですね、これでございますね。少しこれは縮小しないと見えませんね。画面、右手の方からですね、ズイズイズイとこういう風にまあクォーターターンを、何セットかして、終わってちょうどスタートと同じ角度でまた両足を揃えました。でそうしてさらにこっちへ行きたいんですけれども、ここがコーナーでぶち当たってしまいますので、向きを変えたく思いますね。そうしましたらまあ男性のリードに従うわけですけれども、クォーターターンの、また一歩目をするように、右足をバックしますね。後退します。こっちの方が上の方がお尻ですからね。しかし男性に引き戻されるので二歩目は後退せずにほとんど同じ場所に戻ります。重ねて書くと煩わしいので書きにくいのでちょっとずらしてありますが、ほとんど同じ場所に戻りますね。戻るというか右、これは左足ですから左足はほとんどその場所にいるということですね。その場所でステップします。で後退した右足を、開いて90度左へ回転して開きます。これは外回りですからやや大きめに開きます。そして左足を揃えますね。これ右足ですね。そしてそうすると今度この向きになりますから、今度は下の方にズイズイズイっと、こういう風にクォーターターンをまた続けることができます。緑色がの番号は補順ですから、緑色の番号は補順、ステップする順番で、スロー、クイックはカウントですから、まあ、同じ、いつも通りのクォーターターンと同じカウントで、一歩目右交代、二歩目ほとんど同じ場所で左足ステップ、三歩目右足を開いて、外回りですから大きく開いて、横、四歩目揃えるですね。カウントはスロー、スロー、クイック、クイックで、スロー2個、クイック2個ですね。コーナーチェンジ第1の方法ですね。それでは、以前のように少し足型図というもので図解します。こういうのを見ると余計わからなくなる人もいると思うので、そういう人はまあ、生の実演の方をご覧ください。参考までにね、足型の図解を示しておきます。コーナーチェンジで、まあ、第一の方法のみですけれども、男性のパターンですね、こんな感じですね。今、こちらの方からですね、画面右手の方から、クォーターターンをしてきまして、ここで揃えました。でここら辺にもう角っこがね、このまま行くとぶち当たります。そうしたら、まあ、ここをスタートというか今クォーターターンが何セットか終わって揃えましたね。とあたかもクォーターターンのをさらに続けるような感じで左足スローと一歩出ますが、忘れ物に気がついたように戻ります。スローで右足に戻りますね。これを今重ねると見にくいので少しずらしてありますが、ほとんど同じ場所に戻ればいいですね。そして左足を開いて、これは内回りですから、まあ、かかとが揃うぐらいですね。今ちょっと図の関係上かなり離れてますけどね。そして右足を揃えると。緑で書いてあるのが補順、ステップの順番ですから、一歩目左、二歩目右、三歩目左、四歩目右ですね。そうするとこっち向きになりますから、今度は、この画面の下の方にずっと行けるというわけですね。これがコーナーチェンジですね。